焼きたて。いいですか？YouTube で皆さんお願いします。第1号第2回目の第1号よろしく頼む。よいしょ、買ってきましたではなく、本日はチャンネル初めての
PR 動画になります。わバンザーイ。今回初めてですね、ご提供いただいて、そのお店がですね、今話題のベルモール近くにあるおうちでお肉宇都宮石井店さんになります。で、事の経緯を簡単に説明すると、先日上げた動画を、お店の中の人が見てくださったみたいで、で、お店の中にさ、アンケートあったじゃない、シール貼るやつ、何を見てきましたかっていうアンケートで、それでさ、みんな視聴者さんが貼ってくれたみたいで、もう圧倒的1位になっちゃったんだよね、あれね。いろんな SNS、 なんかインスタとかツイッターとか、ありがとうございます。あとなんかいろいろあった項目の中で YouTube を見てきましたって、まあ自分のチャンネルを見て来てくださった視聴者さんがいっぱいいたみたいで、今回新しい商品が出るということで、いかがですかということで話をいただいて、あ、じゃあぜひということでお受けさせていただきました。いや、本当にお家でお肉の、宇都宮石井店さん、本当にありがとうございます。で、普段通り配信はしていいということなので、普段通りね、まあいつも通り配信していきたいと思います。これは強敵だな。新商品みたいなんで一つ一つ紹介していきたいと思います。これ新商品、サムギョプサルキンパ、キンパだってね。キンパって俺食べたことないかも。なんかレンジで温めるだけって言うんで超簡単。これ一つとチーズタッカルビキンパです。結構ぎっしり重いです。重量感があるんで。次、ごま香るプルコギキンパ。プルコギだっていろんな味があるんだね。この3種類があって、なんかまとめ買いすると安くなるとか言ってましたね。いいね、まとめがいいね。次、ハーブウィンナー冷凍です。豚肉が愛知県産だって。え、国産じゃん。これかわいいよね。いつも気になってた、あのね、お店にある光ってるやつよね。粗挽きウィンナー、これも同じ石川養豚場ブリオさん。さらにドン、チョリソー、ちょっとピリ辛のやつ。チョリソーって違ったっけ。今日は肉祭りやな。誰か食べに来てください、一緒に食べません、これ肉パーティーと。最後これ気になったの。これも新商品、太っちょマカロン。これ見たことないよね。新商品みたいです、おそらく。太っちょマカロンだって。ベリーベリーです。よし、できたぞ。これね、焼きたて。ハーブウィンナーと粗挽きウィンナーで、これがチーズタッカルビで、ごま香るプルコイキンパ、サンギョプサルキンパ。
これ袋開けてこのままレンチンで、めちゃくちゃ簡単でした。チーズタッカルビ会ってこれ、これすごいよ。チーズがねとろっとしててね、うわやば、あ、うまっ。結構辛いね、ピリッとくる。ごま香る、このコーヒーキンパ。ごまの香りはすごいんだよね。次はサムギョプサルキンパ。うん、あ、うまい。よし、パープル。あ、うまっ。万歳。最後はチョリソー。ラストはこれ。あ、うまっ。